真が来たら火を消そう。だけど心の火は消すな。砂に巻かれて泥にまみれて、瓦礫の波に押し流されても、地震が来たら無駄に電話かけるな。だけど気軽に声かけろ。声かけ合えれば長い夜でも心温かく過ごせるだろう。僕らは小さな生き物だけど、地球の上にへばりついて頑張って生きてるよ。一人一人の明るい夢を。